菊池武友像、菊池武友王衛14年3月18日は、南北朝時代から、室町時代前期にかけての武将。日後守五代、菊池氏の第17代当主。16代当主菊池武政の子。県庁の父。陽名は、加賀丸。別名に、武教。官位は、右京大夫日後守る。 文中三年、大安七年に、父が死去したため、後を継いで当主となった。しかし、十二歳の幼年であったため、一族の菊池義義や、武康らの補佐を受ける。しかし、祖父竹光時代からの宿敵である、九州短大、今川良春の構成は、止まることを知らず、竹友は、高来山からも撤退を余儀なくされ、拠点の日後菊池城に逃亡した。 翌英は元年、天寿元年に、水島の辺で混乱していた、今川勢を打ち破り、後世に転じるも、二年後の英は三年、天寿三年には、大内義弘と、大友近かの協力を得た、両春の前に、再び大敗。南朝方の損害は甚大で、竹友の補佐役だった、竹吉、竹安や同盟者であった、阿蘇これ竹らが軒並み戦死した。 これによって、九州の南朝勢はいよいよ振るわなくなり、ついに講和元年、英徳元年に、菊池城までも奪われ、清々大将軍吉成親王を奉じて、宇戸市を頼って逃亡、元中三年、四徳三年に、宇都から名は秋沖の八代城へ入城、元中八年、明徳二年に秋沖と、吉成親王が両春に降伏した後も行方をくらまし、 翌元中九年、明徳三年の南北朝合一で南北朝が、室町幕府三大将軍、足利義満によって統一されると、竹友はようやく、両春と阿墨くして、日後へと戻った。この阿墨くで、日後守護大に任じられたと推定される。しかし、将に定よりと結んで、以後も幕府に反抗的な態度を取り続けたために、義満の命令を受けた。 渋川光頼やあそこれ村等の諸大名から攻撃を受けたが、結果として、菊池氏は、日ご守護職を承認されることになる。欧米14年に45歳で死去し、後を、この県庁が継いだ。墓所は、菊池氏おもみの新徳寺石。元中元年、四徳元年に、吉野の南朝に、菊池武友大氏所を提出、菊池氏代々の功績を述べて、 自分の忠精神を明示した。内容は、江戸時代に編纂された、軍書類銃に収録されている。明治44年11月15日、十三日を送られた。荒井淳一、菊池一族、木沢書店、1943年、31ページ。ありがとうございます。